久保さん。まあ久保さんにとって、まあ起業っていうのはそんな大したことなかったと。まあドッジボールやるかやらないかぐらいでっていうところで。うん。まあ僕は結構大きかったですね。起業っていうのはやっぱ組織を離れるっていうのは結構大きかったですけど。まあ人それぞれでしょうね。でもまあどっちがいいって話なんですけど、 これね、どっちがいいってよく質問あるじゃないですか。どっちがいいですかとか、こっち、あの、稼ぎ、こっちがか、こっちこっちどっちがいいですかとか、まあ、企業とサラリーマンどっちがいいですかとか。結論にね、やってみないとわかんないですよね。うん。まあ、合う合わないもあるだろうし、やってみないとわかんないってとこですね。で、やってみないとわかんないんだけど、みんななんか、やらないのに悩むっていうね。うん。やらないで悩んでも、解決はならないですね。いってらっしゃい。